げえデカさだな。まさに天まで届けって感じだね。こんなのがアスピオのそばに眠ってたなんて、いろんな意味でショックだわ。あの周りに展開しているのが生命力を吸収する術式だろうか。そうみたいね。まずいわ、結構早く組み上がってきてる。あまり時間は残されてないってか。いいことなのじゃ。時間が差し迫った方が人はやる気になるものじゃ。それはそうかもしれないけど、僕らもヤバいんじゃないの？確かに全ての人間ということなら影響があってもおかしくないけれど。エステル。精霊の力が私たちを包んでくれています。あの術式の力より精霊の力が勝っている間は大丈夫なようね。その間にてっぺんまで走って登るのじゃ。星ハミとやる前にバテちゃうよ。バウルに乗ってピューっててっぺんに行くわけにいかないの？バウルに影響がないとしても私たちが耐えられないと思う？あんた塔登るのが嫌なんでしょ。おっとりめえよ、俺様を誰だと思ってんの？おっさんには悪いが、歩きで登るしかねえな。とほほ。気を引き締めていこう。ああ、何が待ってるかわからねえ。油断するなよ。これが全部今まで土の下に埋まってたってのかよ。アスピオ周辺で多くのブラスヤが発掘されたのもここがあったからなのかもしれないな。古代ゲライオス文明、本に書いてあったものよりずっとすごいです。なんだか変な感じね。星はみに使うってくらいだからこれは兵器なんだろうけど、外からの眺めは都市みたいだった。都市を改造して兵器にしたのかな。星はみと対等に戦うにはこんな大きな町を犠牲にしなくてはならなかったのかな。これだけの規模ならさぞ大勢の人が暮らしていたことでしょうね。それが今じゃたった一人の男が全人類滅ぼすために立てこもってるだけってか。デュークか。できればやり合いたくないね。ヤクさん、ジンマ戦争の時すでに大した英雄だった。今となっちゃどれほどの力を身につけてることやら。なーに、デュークと喧嘩する前に星ハミを倒しちまえばいいんだよ。そうすればデュークだって人間を犠牲にする理由はなくなるもんね。そうだといいけどね。あの階段は。どうやらこの上が頂上みたいですね。ここが正念場だな。みんな覚悟はいいか？とっくにできてるわよ。うん、僕たちがやらなきゃいけないんだもん。ここで逃げたら今晩の食事がまずくなるのじゃ。そういうこと。おっさんもさすがに頑張っちゃうよ。私たちを信じて待っている人たちのためにも必ず星網を倒します。フェローやベリウス、エンテレケイアたちの思いのためにも、ね。行こう。デューク。
デューク、俺たちは四属性の精霊を得た。精霊の力は星はみに対抗できる。もう人の命を使って星はみを撃つ必要はありません。あの大きさを見るがいい。たった四体ではどうにもなるまい。四体は要よ。足りない分はブラスティアのコアを精霊にして補うわ。世界中のコアだもん。すごい数になるはずだよ。ついでにオタクの嫌いなブラスティア文明も今度こそ終わり。悪い話じゃないでしょ。人間たちがおとなしくブラスティアを差し出すとは思えん。それとも無理やり行うのか。無理やりなんてしないのじゃ。人々が進んで応じるなんて信じられないのかしら。一度手にしたものを手放せないのが人間だ。分かってもらえねえか。だけど俺たちは俺たちの選んだ方法で星はみを撃つ。もう少し待ってくれねえか。僕たちは人々の決断を、そして僕たち自身の決意を無理したくないのです。それで世界が元に戻るというのか。エンテレケイアによりエアルが調整され、あらゆる命が最も自然に営まれていた頃に戻るのかと聞いている。それはお前たちは人間の都合の良いようにこの世界をテルカ・リュミレースを作り変えているに過ぎん。世界が成長の途中だとは考えられませんか。エンテレケイアたちは精霊になることを進化だと考えています。同じようには考えられませんか。彼らエンテレケイアの選択に口を挟むことはすまい。だが私には私の選択がある。分かってくれねえのはそれをやろうとしている俺たちが人間だからか。人間が信用できないからって放っておいて手遅れになったらいきなり消そうとするってどうなのよ。お前たちはこの塔がどういうものか知っているか。もともと都市だったこのタルカロンを古代人は自ら兵器に変えた。エンテレケイアを滅ぼすために。あくまでブラスティアの危険を認めようとしない古代人にとってブラスティアを攻撃するエンテレケイアは邪魔でしかなかったのだ。そしてエアルの乱れにより星はみが出現した。そうなって初めて人間はエンテレケイアの言葉に耳を傾けた。今の世界は多くの犠牲の上にある。なのに人間はまた過ちを犯した。必ずまた繰り返すだろう。どうしようもないところまで世界を蝕み、自分たちの存続のためだけに世界の在り方まで変えようとする。そんな存在こそ星はみをも凌駕する破滅の使徒だ。それがあなたが人間を滅ぼそうとする理由なのですか。私は共に誓ったのだ、この世界を守ると。エルシフルね。クロームから聞いたか。ああ、彼女あんたを止めてくれって言ってたぜ。彼女も私たちの話を聞き入れてくれて精霊に転生しました。だからどうか一緒に。ふざけるな。エンテレケイアがその使命を放棄するというなら私が引き継ぐ。お前たちの手段を待つまでもなく、私がこの術式を完成すれば世界は救われる。デューク、やめるんだ。このまま人間が世を治めていけば必ず同じ過ちを繰り返す。そうなれば人の心はすさみ、より辛い未来になるのではないか。たとえそうであっても自分たちで選んだ道です。傷ついても立ち止まっても諦めなければまた歩き出せるはずです。そうよ。間違ったり失敗したりするのを怖がってたら新しいことなんて何にも見つからないもんね。それに私たちはあんたみたいに勝手に決めつけてこの道を選んだんじゃない。みんなで決めたよ。うん、一人じゃ難しいのかもしれない。でも僕たちは一人じゃないんだ。一人でできなかったらみんなで頑張る。そうやって歩いていけるってことに気づいたんだ。だからのじゃ、一人で出した答えはいつか必ず行き止まりにぶち当たる。でもみんなで船を漕げばどんな凪でも嵐でも
いつか海を越えられるのじゃ。心がつながっている者同士はそれでいいのだろう。だが必ず辛い未来を受け入れられぬ者がいる。それが分からぬお前たちではないだろう。そうね、厳しいけどそれが現実でしょうね。けど変わろうとしていくものを受け止め、考え、また変わっていく。人も世界もね。だから何年、何十年、何百年かかったとしても、いつか受け入れてくれる。今はそう思えるわ。だってそれが生きるということなのだから。変化とは痛みを伴うもの。でもそれを恐れていては前には進めない。誰もが同じように進めるわけじゃないというなら、僕らがそれを支えます。そのための騎士だ。そのためのギルドです。だな。守らなきゃいけないもんは確かにあるだろうが、おさん、次の時代に生きる奴らの先見てみたいわ。バカどもが変わっていくのを先に行っちまった奴らの代わりにさ。相入れぬな。お互い世界を思う気持ちは変わらぬというのも不思議なものだ。不思議じゃねえ。あんたと俺たちは選んだ先、未来に見ているものが違う。未来は守らねばならん。守らねば破滅が待っている。未来は作り出すもんだろ。選んだ道を信じて作り出すもんだ。是非もない。来るがいい。さすがにフェローが認めた者たちということか。あんたこそ大した強さだ。残念だ。お前たちともっと長き時を歩んでいれば、違う形の開口があったかもしれぬのにな。今からでも遅くないぜ。いや、もう遅い。この空を星はみが覆った時、私の道は決してしまったのだから。この分からずやめ。世界の永続にとって最善の道、それは世界を自然な形に戻すこと。それが私の選んだ道。私はそれに準じる。友よ、力を。
世界の意志、ヘルカ・リュミレースの意志だからだ。理屈ほざいてんじゃねえ。自分の正義は自分で決める。あとはこいつで白黒つけるしかねえだろ。どうあっても受け入れないというのだな。それもよかろう。この一戦、世界のために。すまぬ、エルシフル。約束、守れそうにない。エルシフルがどんな奴だったのかも知らねえ俺が言っても説得力ねえけど、ジンマ戦争で人のために戦ったエルシフルって奴は、ダチのあんたに人間を否定して生きることなんて望んじゃいないと思うぜ。エルシフルの望み、世界を守ること。生きとし生ける者、心ある者の安寧。ユーリ、急がないと。やるぞ。行くわよ、エステル。同調して。ジュディス、サポートお願い。はい、了解よ。ユーリ、行くわよ。ドキドキなのじゃ。頼むぜ、大将。はっ。ブラスティアを捨てたというのか。止まった。まさか聞いてないの？そんなことない。ただあと少し、あと少し足りない。そんな、ここまで来てなんとかならんのか。お願い、まだ終わっちゃいない。エンテレケイア、精霊、人間、エルシフリオ、世界は変われるのか。ダメか。
星はみになってたエンテレケイヤがみんな精霊に変わったんだ。星はみも世界の一部でもあった。そういうことね。綺麗、とても。じゃな。やったな。本当にこれで正しかったのか。さあな、ブラスティアを失い結界もなくなったけど、俺たちは選んじまったからな。生きてる限りは何とかするさ。強いのだな。何、一人じゃないからな。デューク、またな。